予備役艦隊の艦艇、1955年勤務中のロバート・エイ・ハインライン、アイザック・アシモフ、エルス・プレーグ・ディ・キャンプ1944年、フィラデルフィア海軍造船所はアメリカ海軍の造船所。元はフィラデルフィア海軍交渉の名称であり、アメリカ海軍最初の造船所であった。1995年9月30日に公式に廃止されたが、補修所はある。 その後この造船所の土地はフィラデルフィア市の所有となり2000年からそこはザネビリヤードとして主に工業用地として再開発されて2013年には有力製薬会社のグラクソスミスクライン米国本社が入るなど活性化している交渉はペンシルベニア州フィラデルフィアのフロントストリートに開設され1801年に公式のアメリカ海軍施設となった 鋼鉄艦の時代が到来し、交渉の設備は旧式のものとなったため新たな交渉がスクールキル側のデラウェア側への合流地点にあるリーグ島に建設された。アメリカ海軍航空機交渉は1917年にリーグ島の敷地内に設立された。さらにフィラデルフィア海軍交渉は土方地区レーンを装備した世界初の交渉であった。本交渉は 第二次世界大戦にその最盛期を迎え、4万人の行員が53隻の艦を建造し、574隻を修理した。この期間に戦艦ニュージャージー及び姉妹艦のウィスコンシンを建造している。また、SF 作家のロバート・ A ・ハインライン、アイザック・アシモフ、エルス・プレーグ・ディ・キャンプはこの頃に揃って勤務していた。戦後、 公員の数は1万2000名まで削減された。1960年代になると新規官邸は外部の民間会社に発注されるようになった。本交省で建造された最後の新規官邸は1970年に建造された揚陸式艦ブルーリッチであった。冷戦が終了し世界的に軍縮の機運が高まると、県間のニーズも縮小し、1991年に 交渉の閉鎖が推奨された。地元政治家は交渉の存続を試みたが結局1995年に7000名を解雇し廃止された。上院議員のアーレンスペクターは国防総省が閉鎖の公式報告を公表しなかったとして非難した。さらにこれは法的論争に結びついたがトロに終わることとなった。本蔵選書の資産は 商用造船会社のエーカーフィラデルフィア造船所に売却された。4人のチャプレンの記念碑は本造船所の敷地内に存在する。ありがとうございます。